はい、皆さんこんにちは。ターゲットワンチャンネルの秋葉原店店長の佐藤です。はい、今回はですね、ちょっと珍しいものを、用意しましたので、皆さんにちょっとご紹介していきたいと思います。それがこちら、はい、じゃーん。はい、こちらエースワンアームズのマグプル X22 バックパッカータイプのガスブローバックライフルになります。はい、こちらですね、先日お店行った時に、たまたま見つけたんですね。まあそれでね、かなり珍しい、ものだったので、一目惚れという感じですかね。まあ、ちょっとね、買ってしまいました。はい、今回はね、こちらの方を、ご紹介していくんですけども、こいつのね、特徴が、まあ、名前に入っている通り、まあ、バックパッカーということで、コンパクトに分割できるんですね。それをカバンとかリュックに入れることができるものになっております。はい、それでですね、まあちょっとどうやって使うかっていうのを、この後動画用意しましたので、まあ一度ですね、ちょっとご覧ください。おい、てめえら動かんじゃねえ、簡単だぜ。ピンポン、番号札32番でお待ちのお客様。ほら、はい、皆さん、ということで動画いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。はい、コント風に、ちょっとねやってみたんですけど、面白かったですか。まあ、希望があればまた面白いことを今後もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、まあ、一応ですね、私があの場面で撃った時には、銃口より先には人がいない状態になっておりましたので、ご安心ください。はい、安全にはちゃんとね、注意してやっていきました。はい、でですね、ただあれはまあ例題みたいな感じでご用意した動画なので、本来であれば、狩猟だったりだとか、あとはプリンキングって言って、的撃ちを楽しむような遊び方、まあ、使い方っていうようなものになってくるんですね。はい、ではですね、こちらの X22 バックパッカーのベースになったモデルが、こちら、はい、KJ ワークスの 10-22 ホークアイというガスブローバックライフルになります。はい、こちらもね、結構ね評判はいいみたいで、よく当たるんですよとか、ブローバックのね反動も、まあ、そこそこ気持ちいいよっていう感じでね、よく話は聞くんですけども、まあ、実際そうなんですよ。私も持ってたので、まあ、こいつね組んだ次第なんですけれども、はい、組み立てたのはいいんですけども、はい、当たるかどうか、はい、そこが問題になってきます。はい、動作としては先ほどの動画の方でね、見ていただいた通り、ちゃんと動くは動くんですけども、この後ねちゃんと当たるかどうかも、実験していきたいと思います。それではまずこの X22 バックパッカーの簡単なスペックの方をご紹介していきます。よいしょ。それでは軽く X22 バックパッカーのスペックを見ていきましょう。全長85センチ、重量ホニャララホニャララグラム、装弾数ショートタイプ22発、ロングタイプ28発です。はい、皆さんすいません、ちょっとね重量なんですけれども、何分ね説明書もないし、インターネットでねちょっとねいろいろ検索してみてもなかなかね情報が見つからなかったので、もうね今回これ買ってきました。重さ測るやつ、はい、これを、今日ね使っていきたいと思います。
はい、測ります。はい、出ました。マガジンと、光学サイトがない状態で重さが 1.8kg、 結構軽いですね。はい、その辺のガス風呂ライフルよりもかなり、軽いです。はい、ね、このぐらいだったらカバンの中に入れてもね、あとマガジンも1本2本ぐらい入れておけば、まあ2キロちょいにはなるんじゃないですかね。全然軽いです。はい、では、続きをどうぞ。はい、それではまず、前の方からですね、アウターバレルは、はい、このような形状になっております。ストレートタイプに、なりまして、溝が掘ってあります。はい、螺旋状の、はい、溝が入っておりまして、結構ねかっこいいんですよね。そしてこちらの、はい、マズルの部分は 14mm 逆ネジ仕様になっておりますので、フラッシュハイダーやサプレッサーなんかが取り付け可能となっております。では次にストックを見ていきましょう。ストックはこのような形状になります。頬付けがしやすいようにここが1段上がっておりますね。はい、これがあると、かなり頬付けしやすくてがっちり銃がホールドできます。そしてここのピンを外してあげると小物入れにアクセスすることができます。このように開閉します。はい、工具やマガジンを、入れることができるんですね。今回は、はい、お菓子入れてみました。はい、こんな感じですね。それでは X22 バックパッカーの組み立て方ご説明していきましょう。はい、ここがねハンドガードの部分になるんですけども、ここのボタンを、はい、両方ありますので両側から押してスライドして外します。はい、ここのねチャンバーのブロックを差し込んで、はい、90度回します。はい、そしたらここにあるレバーを銃口側にスライドさせます。そしてさらに続けてよいしょ、はい、回してあげればロックがかかって、はい、フルサイズモードになります。それではまず初速を測っていきましょう。はい、ということで初速を測ってみました。はい、一番高い、数値が 90.7、 一番低い状態が 82.8、という結果になりましたね。まあ、ガス弾になりますので、まあ、どんどん、ね、下がっていくのは、当たり前かもしれないんですけども、まあ、コンバージョンキットということで、なかなかねすり合わせとかもまだね全然できてなかったので、まあ、そこそこばらつきは出てきてしまったんじゃないでしょうか。はい、ジュール値に関しても平均が 0.74 ジュール、ということで、比較的まあ使いやすい、感じにはなってるんじゃないでしょうかね。はい、それでは 10m レンジの奥にある、はい、このちっちゃいターゲット、タバコの箱よりも小さい 4×9cm の四角いターゲットを撃っていきます。はい、ごめんなさい、打つ前にですね、今回ですね、ダットサイトを載っけてみました。ノーベルアームズのコンバット T1 というモデルになります。明るさが11段階調整できて、屋外でも、室内でも、両方とも調整ができる、優れものになっております。結構ね、耐久度も高くて、お気に入りです。いろんな銃に取り付けたいぐらいですね。はい、では、すいません、ちょっと打っていきますね。簡単にね、ゼロインはしたんですけども、その時からですね、結構、弾が上に行ったり、下に行ったり、結構、上下にね、ぶれちゃうんですよ。なんか、ホップがかかってたりとか、かかってなかったりとかっていう感覚ですね。はい。一応、今回使っているチャンバーパッキンは、あ、やつ当たった。今回使っているチャンバーパッキンは、東京バルーンのガスブローバック用の、ね、ものを使っております。あ、ガスなくなっちゃった。はい、ということで、まぐれで1枚当たりました。はい、
なので、命中精度に関しては、まあ、今後もね、まあ、改善の余地ありということで、はい、それではボルトの動きを見ていきましょう。はい、マガジン装填します。最初のマガジンはショートタイプのマガジン、装弾数が22発になります。はい、マガジンを下からまっすぐ差し込んで、はい、コッキングハンドルを1回後ろに引きます。これで、撃てる状態になりますので、セーフティーのロックを解除します。トリガーの前にあるやつですね、ボタンを押して、はい、では撃ちます。はい、ホールドオープンしましたのでマガジンを外します。マガジンキャッチはこの後ろのレバーですね、前に押してマガジンを下に外します。そして新しいマガジンにリロードです。次はロングタイプのマガジン、装弾数28発になります。はい、先ほどと同じように、はい、差し込んでコッキングハンドルを、はい、引いて前に戻します。これでまた撃てます。はい、ということで、1回ねちょっとボルトの動作がてら、打ってみました。反動の感じだと、そうですね、他のガスブローライフルの M4 や AK と違ってちょっと弱い感じですね。どちらかというと、ハンドガンの方に近いような感じがしました。はい、それでは次に新宿店の 20m レンジで撃っていきたいと思います。はい、今回はですねスコープをのけてみました。どうでしょう、結構形様になってますよね。はい、そして 20m で、撃つのは、はい、ここの、はい、20m レンジの奥にある電子ターゲットを撃っていきます。はい、当たったところのね、着弾点が、確認できる便利なターゲットとなっております。はい、スコープやダットサイトの調整にすごく便利だと思いますので、お店再開したら試しに使ってみてください。はい、ということで 20m レンジの電子ターゲットを、スコープを乗せて撃ってみました。はい、形はね結構かっこいい感じにはなったんですけど、結果がちょっと伴ってなかったですよね。はい、画面に当たったのが、10発、直径 30cm の丸のところに当たったのが、まあ、3発、そのうち2発は結構かすってましたね。はい、コンバージョンキットということで、いろいろね、足りないパーツとか、ベースになったものから、引っ張ってきたりとか、っていう感じでやっていくんですけども、今回使ったねパッキンが東京マルイのガスブローバッグ用のね、パッキンを、使ってみたんですけれども、まあそうですね、 20m で0.25 を使ってね、しかも今回、こちらのね台もちょっと使わせていただいたんですけれども、なかなかちょっと当たらなかったっていうことで、まあ、ただね、今後の伸びしろというか、カスタムするにあたって、結構、いじりがいがあるんじゃないかなと思います。それでは新宿店の、シューティングアリーナへやってまいりました。はい、
ここで何をやるかというと、はい、今日のね X22 バックパッカーの組み立てタイプトライアルをやってみたいと思います。ルールはですね、こちらの X22 を組み立てて、はい、ここのね、はい、白いプレートを打ってタイマーを止めていきます。はい、これでね何秒で組み立てて打てるかを、今日はねちょっとチャレンジしてみたいと思います。はい、それではやっていきましょう。うわ、何秒出せるかな。よし、頑張るぞ。はい、では行きます。結果は 9.18 でした。いや、ちょっと手こずっちゃいましたね。やっぱりこれはね慣れが必要になってくるんじゃないでしょうか。はい、それではガンにカメラを乗っけてまたね打っていきたいと思います。はい、ということでシューティングアリーナで、も打ってみました。距離がね近距離だったので比較的当たってることが多かったですね。そして最後に、ガスがなくなっちゃったのは、私がねあれちょっと管理ミスっちゃって、最後ガスなくなっちゃったんですけどね、本来であれば、ショートマガジン22発、ガス満タンでちゃんと打ち切れるんですけどね、今回はちょっと申し訳なかったです。はい、ということで今回の X22 バックパッカーはいかがでしたでしょうか。射撃に関しては、まあ、アリーナで撃った時は、距離がね、割と近かったのでよく当たっていた印象があったと思います。10メーターや20メーターで、なかなかねちょっと当たらなかったんですね。結構球がぶれちゃって、はい、まあ、これの要因としてなんですけども、まあ、自分でねカスタムするコンバージョンキットモデルということで、どこかねパーツの組み方が間違ってたりとかパーツの相性が悪かったりだとか、というところが原因として、上がってくるんじゃないかなと思います。決してねKJ ワークスの 10-2-2 フォークアイベースになったものが、性能がね、悪いっていうわけじゃないんですよね。フォークアイもね結構よく当たる銃だったんですよね。はい、ですので、その他カスタムパーツやコンバージョンキットモデルは、組み込みや、作動の安定、命中精度は、組み方によっては、まあ、良くもなるし、悪くもなります。なので、上級者向けで、自己責任という形に、なってくるんですね。それと今回の X22 は、作動の方は特に問題はなかったので、今後ね、命中精度の方をはい、改善していきたいと思います。最低でも 10m レンジでねよく当たるようにしていきたいですね。ちょっとね 20m はちょっと個人的にちょっと苦手な部分があるので、まあ、最低でも 10m レンジで、もうバシバシ当てられるように、改善していつかねリベンジしていきたいと思います。はい、それでは最後にターゲットワンチャンネルでは、レビューしてほしい、ガンや、企画こういったのやってほしいというリクエスト、受付中です。はい、下のコメント欄や、ターゲットワン宛にメールどしどし送ってください。そして今回の動画が面白かったらグッドボタン、そしてこちらからチャンネル登録をお願いします。バイバイ。